ジャンオノレフラゴナール、読書する女文学とは言語表現による芸術作品のこと。文芸とも言う。それらを研究する学問も文学と称されるが、これについては文芸学で扱う。競技には詩、小説、戯曲、随筆、文芸評論などを典型的な文学の例とする。西洋での文学は、ラテン語のリトラ及びその派生語リトラトラを語源とし、 現在では主に以下の意味を持つ。中国、日本での文学の語は古代より書物による学芸全般を意味したが、今日のような言葉による神秘的な創作を意味するようになったのは、リテラチュア、リトラチュアの訳語として文学が当てられた明治時代からである。詳細は日本の近現代文学史を参照文学は言葉によるコミュニケーションのうち、 言語のあらゆる力を活用して受けてへの効果を増大させようとするものとして定義される。個人的な判断によって境界が曖昧でまちまちとなる文学は、その媒体や分野ではなく、神秘的な機能によって特徴を付けられる、メッセージの表現方法が内容より有意であり、情報の伝達に限られた実用的なコミュニケーションからもはみ出すものである。 今日では、文学はそれによって作者が歳月を隔てて、我々に語りかけるところの書物文化に結びつけられ、しかしながら、また同時に、我々の歌謡がその当園であるところの文字を持たぬ、人々の伝統的な死かのような、様々な形の交渉による表現や、役者の声と体を通して授業される演劇などにも、関係する。最も普通の意味での文学は、それ自身がへとした芸術である。 しかしながら、哲学書や舞台芸術の擬曲や脚本などに接近すると、この芸術の境界を定めるのは時として困難である。一般的には、文学は特に神秘的な目的内視は形式を持つ作品と再定義される。この神秘的な側面が文学の思考性であり、ジャーナリズムや政治などの何らかの特定の制約に従う各種の作品と識別する基準である。 一見すると、この定義は、純粋に哲学的、政治的、歴史的な作品を排除するように思える。だが、作品の各分野やジャンルが、文学に属するか否かの分類には特に慎重で、あるべきである。あるテクストは、作者がそう望まなかったにもかかわらず、また、それがその分野としての目的ではなかったにもかかわらず、一定の文学的側面を持ってしまうる。 作品の文学性の基準は学者の間の数々の論争の的となってきた。あるものは分野の間にヒエラルキーを設け、またあるものはある作品がその分野によく一致していることや文学的テクストに期待される役割に専念していることで満足する。またあるものにとっては文学の傑作は何よりもまず時の試練に耐えるものであり、それこそが 全世界的な射程を保障する資格なのである。実際のところ文学とはまず第一に、自分自身と自分を取り巻く世界について、自分の言葉で語るものと、その発見を受容し分かち合うものとの出会いなのであり、その形式の果てしのない多様性と絶え間なく新たに、生まれる主題は、人間存在の条件そのものを物語っているのである。神秘的な思考性を持つ作品の集合という、 文学の定義はかなり近代になってからのものである。事実、それまではむしろ、相応に厳密な形式的基準に適合する作品が文学として認められる傾向にあった。アリストテレスは、詩学において、悲劇と女事史に的を絞りそれらの和法を支配する形式的な規則を導入した。さらに、古代ギリシア人にとっては、歴史は、純然たる芸術であり、詩針。 クレオ王に霊感を与えられるものであった。随筆も、また文学に属すると考えられていた。今日のもはや文学作品とは考えられなくなったような、随筆に比べ、当時の随筆では、主題は重要なものではなかった。哲学もまた劣らず、領義的なものである。プラトンの対話編やローマ皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの、自生録の文学性は今日誰も疑問に思わないで、 あろう。他方で文学の神秘性が厳格な単純性をもって表される詩がしばしば最も純粋な文学形式であると考えられてきた。作品の文学性は移ろいやすいものであり、世紀を経るとともに文学は領域を拡大し、多様で通俗的な諸形式を次々と取り込んでいったものと思われる。文学の定義に基づくと作者と作家の間には、 区別がある。作家は文学作品を書くものを指すが、作者は政治、歴史、科学、文学などの別を問わず何らかの書物を表したすべてのものを指す。文学作品の芸術性のよりどころは文芸評論家たちを頻繁に分断してきた問題である。古代より二つの異なった概念が存在し、来たるべき様々な文学や、 芸術の潮流に影響を及ぼしてきた。アリストテレスは、死学において表現的な側面は重要でないと考え、それよりも作品の形式的な特性に固執していた。作家の仕事は厳密な規則や理論に従うという面で建物を建てる大工の仕事と類似したものであるということになる。それに反して、ニセロンギヌスは、数項論において、 感情の表現を全面に押し出した。崇高は読者を興奮させ、恍惚とさせるものであり、それは和法の感性と一致するものとされた。ここには、神秘的な題材に細工を施し受け手に反応を引き起こそうと働く職人と、公衆に移入させるような感情を表し作り出す、霊感に恵まれた芸術家の対比が見出される。この論争は、文芸評論史で、 幾度となく再出現し、また古典主義とロマン主義、自然主義と単美主義のような互いに相入れない潮流を数多く生み出した。文学的な著述は聖書法や文法だけでなく、修辞学や詩学の規範にも従う。作家は文体を作り上げることを可能にする言語的な諸手段を利用し、和法を支え、散文を美的なものにするために詩学的な破格、脱線。 造語などもまたよりどころとする。作者に固有の文体的要素と修辞技法のような修字学的効果の双方が駆使され、そのようにして作家は他と一線を画す芸術家となるのである。オックスフォード大学の蔵書原書的な文学は古伝である。それが文字で書き留められるようになり、写本の形でルフするようになったが、15世紀以降、印刷技術が普及し、 やがて活版印刷による文学作品の出版が盛んになった。現在ではインターネットに代表される電子メディア上で表現されるものもある。メディアの変遷に応じ、最初は音声で授業される女子詩、女上詩などの詩や演劇が中心的な役割を果たしたが、近代に至り文字の形での授業が容易になるにつれて、詩から小説への大規模な移行が起こった。 言語に依存する芸術であるため、と言語の作品を鑑賞、解釈するためには、翻訳が大変重要であり、翻訳家の存在が大きな意味を持つ。翻訳された作品を翻訳文学と呼ぶ。文学作品を研究、分析、批評することを文芸評論という。講義には、研究論文から雑誌のコラムまで全て評論と言える。文学だけではなく、 あらゆる作品が評論の対象になる。評論には様々な手法があり、それは研究対象や時代、評論家自身などに依存する。優れた評論文はそれ自体が文学作品として評価される。作家や思想家が文芸評論家として活動することもしばしばある。詳細はそれぞれの項目を参照、多数の文学作品を編集したものを 文学全集と呼ぶことが多い。代表的なものとして、世界文学全集、日本文学全集がある。他に、個人の全集、特定の国の全集、特定のジャンルの全集などがある。ありがとうございます。